お前の口から聞きたいんだ。言えないのか。ああ、いたよ。じゃあどうして家にいたのって嘘ついたんだ。本当のこと言ったら信じてくれたかよ。近くにいたってだけで犯人扱いされるのがオチじゃねえかよ。いつだってそうだよ。何か事件が起きれば真っ先に疑われて犯人扱いされてきたんだよ。小学生の時、教材費が盗まれた時も、中学でクラスのやつの財布がなくなった時も、真っ先に俺が疑われたよ。いくらやってねえっつったって誰も俺のことなんか信用しねえじゃねえか。お母様、本当に何もやってないんだな。やってねえよ。確かにあの夜は近くを通りかかったけど、それだけだ。信じるよ。他の先生や警察がどう言おうと、私はお前を信じる。チクんねえのかよ。私はお前の担任の先生だ。教えぐるような真似はしない。ありがとな、ちゃんと話してくれて。よし、真犯人捕まえよう。は？風間、事件があった頃現場の近く通りかかったんだろう。何か怪しい人物とか見なかったか。見てねえよ。